放課後ネバーランドをご視聴いただきありがとうございます。今日は俺らは、解離性同一性障害ではあるんですが、こういう症状があるよっていうのを、俺ら、解離性同一性障害以外にも日常生活の中でちょっとこれ困るんだよなみたいな、あれやこれやっていうのがありますんで、そういうのをちょっと紹介してみようと思います。まず、でっかく分けると3つかな。解離性同一性障害にかかる症状、これがあることで生まれている症状っていうのと、あとはうつ絡みの症状、それから、パニック障害関連で出ている症状、大きくこの3つについて順番に話していきたいと思います。まず、解離にかかる症状なんですが、もうこれは当たり前っちゃ当たり前なんだけど、健忘ですね。物忘れっていう次元じゃない、物忘れ、例えば、誕生日がわからない、生年月日が分からなくなるとか、なんならこの体の名前だとか生年月日、住所、年齢、そういうのが思い出せないっていうのとか、あと書類記入とかしようとした時に名前は分かってんだけど漢字どう書くんだっけとか、漢字がどの字を使う名前なのかが思い出せないとか、あともう本当に日常生活のちまっとしたようなことでも飯を食ったかどうかわからない腹いっぱいでこう、もう食べ終わって苦しいみたいな、どこまで食べてたら、これは食った覚えないけど食ってるなっていうのは普通は分かるんだけどほどほどに食べてたりすると、あれもしかして昼飯食べ忘れてるとか、これは人格が違うから覚えてないっていうのもあるんだけど、その人格が違ってない、例えば朝から一日ずっと俺が出てたとしても、その中でも俺があれはやってたっけ、これは済ませたっけみたいなのが結構多いですね。他にこう乖離絡みで、これ怖いんだよなっていうのが、転換性障害とかって言われたりする。一般的に転換といったら、ひらがな表記なの転換発作っていう、あれを知ってる人は多いんじゃないかなと思うんですけど、それとは違う漢字表記の方の、転換性障害というものがあるんですね。転換性障害とか変換症っていうふうに、言われてたりします。これはどういうものかっていうと、ひらがな表記の比較的世に知られている転換とはちょっと似ている部分があるんだけど、こう突然意識を失って倒れるとか、あと突然体に力が入らなくなって動かせないとか、動かせないまでいかなくてもすごくこう感覚が鈍くなる、なぜか右足だけなんとなくしか感覚がないみたいなとか、あと勝手にこう震えが出たりとか、
っていうものですね。で、これ何が怖いって、料理とかしてる時に、揚げ物とかしてる時に、バタンといったら、まあ、どうなるかって感じですよね。まあ、俺ら料理の最中に、この転換発作、変換症の発作で倒れたっていうのが何回かあります。まあ、その時は火は使ってなくて、まあ、ただ包丁は使ってたんですね。体の力が抜けて、自分の体が崩れ落ちていくのは分かってるんだけども、どうしようもない。で、バタンと倒れたこの頭のところに、ガランつって落ちてきたのが包丁っていう。まあ、顔にヒットしてたら、今こうしてはいなかったかもしれない。まあ、変換症に関してはそんな感じですね。あと、フラッシュバック。これも、DID では、まあ、よくある症状なのかなとは思うんですけど、全く関係ないことをしてるときに、まあ、突然、なんだ、ふっとこう、記憶が蘇る。で、その記憶っていうのが、すごく嫌な記憶である場合もあれば、もう全然なんてこともない、晩飯食ってる光景とかだったりするんですけど、一瞬タイムスリップしたかのような、鮮明さでこう、そこにいる自分っていうのが思い出されるんですね。で、まあ、その思い出す内容によっては、すごくこう、混乱しちゃったりとか、こう、精神的に追い詰められたりとかっていうのにもつながりかねない。まあ、何を思い出すか によっては本当にただの笑い話だったりはするんですけどね。最後に、まあ、帰りに関わる、まあ、俺らが困ってるなっていうものの中では一応最後になるんですけど、今年入ったぐらいからかな、から出ている症状っていうのがあって、それが、なんか、脳みそをイメージしてもらって、そのど真ん中って感じなんですけど、そこがすごく熱く感じるんですね。そこになんか、北海道仕込まれてんのかなっていう。で、まあ、それはどうやら、ここ最近のこう人格がこう急激に増えたっていうことで起きてる症状じゃないかっていうふうには、まあ、考えているというか、お医者さんからもそういうふうに言われてはいるんですが、これはね、地味にしんどいです。冷やそうにも、よくね、冷えピタとか貼って、まあ、ちょっと紛らわせてたりはするんですが、冷えピタが冷やしてくれるのって表面じゃないですか。そこじゃないっていう。かゆいところに手が届かない感じ。もっと内側なんだよっていう、まあ、ないよりはマシということで、よく冷えピタのお世話になってます。まあ、帰りにかかる、ものとして、はまあ一応こんなもんかな。まあじゃあ次行きましょう。